まあ、みんなミスなくお祭り広場でも振ることができてよかったなと思います。今回も9回目、平成3年ギリギリ やろうともやれたんですよ。で、ね、まだ青年入ってなかったので、年的には良かったんですけどそうすれば平成全部やれたっちゅう声も入りますそう、3年に一遍気づけなかったけど、やっぱりその度その度忘れちゃってね、あのまた練習して、で皆さんであの試行錯誤して、ね、あのやるんですけど、一番メインはあのしごきをやるのが一番難しいですね。綺麗にね、やっぱり皆さんやっこさんは揃えたいなと思うんですけど、なかなかそれが思うようにいかなくて。私は生まれも育ちも西町なので、もう、一番最初に化粧をお手伝い始めたのはもう17とか、そうですね、もう今あのもう化粧していくにはね、学生の中学生高校生にみんな声かけて、夏休みなんかにあのお化粧の仕方とか何かを一緒に練習してもらって、でもう今回は、高校生もお化粧に参加して一緒にあの一体になってやろうっていうところでね、あのなんていうのかな、達成感をみんなでこう味わってくれるとね、次につなげられるんじゃないかなっていうところでやらさせてもらってます。お祭りを参加したのはもしかしたらちっちゃい頃になるかもしれないですけど、大名行列は初ですね、はい、暑かったですけど、暑さを忘れるようななんか緊張感とか、まあ、楽しさがやっぱ勝ったんで、なんかもっとなんだろう、ガタガタブルブル緊張するかなと思ったんですけど、すごいすっと楽しくできて、はい、と思ったよりお客さんがすごい多かったのが、またそれも感動で、そうですね、楽しかったです。今日はあの孫が横浜から、殿様の役をいただいて帰ってきましたんで、これを機会にこちらに永住して いただけるといいなと思って期待をしています。まあ、これからまた皆さんあのお世話になると思いますので、よろしくお願いします。少なくてもふるさと納税はやらせないかなと思ってますありがとうございます。まあ、町の方も協力してもらって、あの町外からも台湾と韓国からも応援が来て国際的な行列になったなと思いますけど、まあ、本当に殿も、かっこいい殿がやってくれたし、まあ本当に、いろいろ成功したなと。やっぱり西町の、ね、人間が軸になってやっていかないと、やっぱり西町の大名行列なんで、まあ、次にやるときはいつになるかわからないけど、まあ、本当にこう縦の軸の人間がこう揃った時にできるじゃないかなっていうふうに思うので、まあ何十年後か何年後か分からないけど、まあまたできる時にはその縦のラインの人間がみんな心一つに頑張ってくれるといいな、そんな感じでした。65年前に槍を持った65年前、一番最初のね、まだ本当に若い、22、3の若い時、この時分には人がね、槍を持つ人たちが大勢いたもんですから、それを誇りにしてやったもんです。